こんにちは。前回に続き、高杉晋作の経営体の創設についてお話をします。で、5月10日がいよいよ来ました。これはまさに攘夷を決行しようという日なんですが、その時には、外国船、伊船と言ってますけれども、伊官が一隻、東方から来たと。で、砲台がそれに応じて砲撃をして、待ち構えていた将兵が長谷さんにしたと。中でも、光明寺の兵ですね。これは、前回出たように、精鋭部隊を約60名、集めて駐屯させていたということですが、この、陣屋からですね、兵が長谷さんにした。そして、3隊に分かれて陣を構えた。しかし、砲の台座が準備できなくって、土のうの上にですね、砲を置いて照準する始末であった。まあ、これでは、当たりません。砲というのはちゃんと照準をしてですね、砲台の上に置いて、衝撃を吸収しながら撃たないとですね、当たらないものなんですが、これではまあ当たらないということで、藩の、軍艦である光進丸というのがあったんですが、これをがついてもですね、外国の船は知り得かず、守備側は砲台で守るよりも小舟で直接攻撃をしようとしたわけです。で、この小舟で分散して攻撃をするという考え方は、実は吉田松陰もこういった、回戦の仕方というのを提案をしています。その方が、行動がそれぞれに融通に無限にできて、まあ、一種の陸上におけるゲリラ戦のようなものですけれども、それに小さな砲を乗せてですね、で、敵の大きな艦に接近して撃つと。で、撃ったらすぐ下がると。まあ、こういったことを繰り返すせば、大きな艦がなくてもですね、対抗できると。まあ、こういう発想だったんですが、実はこれについてはですね、高杉晋作自身は反対でした。彼はここでですね、小舟で対艦に向かえば損害を受けるだけだと。光進丸の大砲によって敵の外国の艦艇を攻撃する方が良いということで、まあ、議論を誘導してですね、その方向に衆議が固まったというふうに言われています。で、この軍議を通じてですね、機動力があり大口径の火砲を搭載した軍艦の威力と海軍力の必要性というものが改めて認識されたと言えると思います。で、光進丸は、夜襲に出たんですけれども、そして、外国の船に接近をして、24金、30金の、カノン砲。カノン砲というのは、比較的砲身の長い、長射程で威力のある砲ですけれども、これで一斉に砲撃を加えたというふうに言われています。で、外国船の方は驚いてですね、縄を切って去ったと。たまたま、兵庫から来ていた、以外感、以外というのは、これは光進とか以外って言ってるのは、この粘土の、今でいう10巻12紙をそのまま取ってるんですけれども、この軍艦もですね、これは長州の船ですが、攻撃に加わって、数十発撃ったと。で、そのうちの一発が命中をしたのでですね、まあ、外国船も、まあ、勢いが衰えたということなんですが、夜が明けてみるとですね、これがアメリカの商船だったということが判明をしています。で、実はこの民間の軍艦ではない商船をですね、攻撃をするというのは、まあ当時の国際航法から言っても違反行為ではあったんですが、そうは言いながらこの商船もですね、実はただの商船ではなくて、武装商船。つまり攻撃ができるような火砲を乗せていたり、あるいは武器弾薬を運ぶ船であったりということで、まあ商船といっても純然たる、いわゆる民間の商船ではありません。そういう意味で、まあ、半分、まあ、撃たれる方もそれなりの、まあ、責任というかですね、あったということなんですが、まあ、これがですね、夜襲で近距離から一斉砲撃を加えるという戦法はですね、まあ、大変有効ではあったんですが、その結果、逆に、外国の、列強がですね、まあ、反撃をするということを、まあ、誘発してしまったということになるわけです。これはまさに、ある意味で言うと、高杉晋作や草加玄瑞が狙っていた、虚に、外国が出たということですね。
で、5月23日にフランス艦一隻が東洋から来航し、で、こちらが先ほどの2艦から砲撃をするとですね、3発で反撃をした、反撃しただけでですね、彼らは立ち去ったというふうに言われています。その後、5月26日、3日後ですね、またフランス商船が一隻来たんですが、軍艦から砲撃をし、6、7発を命中させた。で、この時もですね、フランスの商船はわずかに砲撃をした後に去ったというふうに言われています。で、こういったですね、長州藩のまあ上位の行動、外国船舶に対して、艦艇に対してのその砲撃という行動がですね、フランス側の報復を招きます。で、フランスの軍艦がですね、6月1日に横浜から来航してですね、そしてその速力を生かし、砲台が対応する間もない間に、内海に入ってきたわけです。で、長州藩側の、神術艦という、これもまた別の船ですけれども、これがですね、フランスの軍艦の三段といって、このバラバラにこう散る弾が出るような、で、艦上にいる人とか砲を被害を与えるという、まあそういった船、弾ですけれども、その弾を浴びてですね、ボイラーの機関を破られて6人が負傷するということがありました。で、フランスの軍艦はですね、砂浜に乗り上げた神術艦ですね、これに対してさらに150斤という巨砲でですね、攻撃を加えてですね、徹底的な破壊をしたわけです。そのために、浜に乗り上げた神術艦ですね、これが浸水をして沈没をすると、まあ、こういった事件が起こっております。さらに、フランスの艦の方はですね、我が方の数十弾を受けたにもかかわらずですね、装備が優れており、かつ装甲が特に分厚かったわけですけれども、そのために依然として、立ち去ることはなくですね、巌流島方向に至って、やっと機関を動かして東に去ったと。その間はずっと沈没することもなく、あるいは立ち去ることもなくですね、あえて威圧行動を続けたということですね。東の方に去ったということで、これは大変だというんで、今度は京都、京大阪がやられるっていうんですね。志ある一部の者がですね、京の方に、船を追って登っていったというようなことが記されております。さらに、6月の5日にはですね、フランスの軍艦2隻が今度は前田の海に停泊をして、前田砲台と戦っております。で、砲台側は塹壕が崩壊し、守備隊の3名が戦死をしております。で、この時はフランスの艦はですね、陸兵数百名を上陸をさせ、砲車を破壊し、民家を焼いております。で、我が方は一個小隊、まあ、30から40名ぐらいでしょうか、これと戦ってですね、各人、70から80発を撃ったと。これはまあ、当時の小銃でしょうけれども、一人を負傷させただけだった。ほとんど効果がなかったということですね。で、まあ、こういった、フランスの軍艦との戦いを通じて得た教訓をですね、高杉晋作は非常に冷静にかつ合理的に分析をしております。このことについては最後はまた次回お話をしたいと思います。以上で終わります。